Hair growth is regulated by hormonal changes in the body, especially male and female hormones. These hormones can affect not only how much growth, but whether growth stops and no new hair grows. However, if not, what would become of hair without male and female hormones?This is I, Hiroshi Hayashi, reckon that it is one of the reasons why they don't have hair, since they are asexual. One of the examples we see in the families of King Tut. They had all bald head.一般に髪の毛の発育にはホルモン、特に男性ホルモンと女性ホルモンが大きく影響していると言われていますが、もしそのホルモンがなかったら髪の毛はどうなるのでしょうか。私林宏はエイリアンには髪の毛がない理由の一つとして、そもそもそのホルモンがないからではないかと考えています。つまり私たちが神々と呼ぶエイリアンは無性、つまりそもそも男とか女とかいうホルモンがないからです。その一例がツタンカーメン家族ということになります。彼らは皆ハゲ頭でした。広志林浜祭りジャパン。Hiroshi Hayashi will present you a video forum about the Egyptian gods in ancient times. Egyptian gods who came from Sirius, and it's my pleasure that I can show you the fact with evidence. Cynthia Isis Anderson writes as follows. As the bright star of Isis shone briefly before mingling her light with her divine grandfather Ra, the god of the sun,Great joy and reverence spread throughout Egypt, for the arrival of the Nile star meant salvation and life for all in the land. 古代エジプトの最高神といえば、イシスということになります。その夫がオシリス。オシリスは兄弟の裏切りにより殺されます。で、その息子のホルスが仇を取ります。イシスとオシリスの大恋愛女児物語はこうして生まれますが、ラーの目、あるいはホルスの目とも言われています。あのシンボルマークの目の下の線は、イシスの涙が流れる様子を表現したものと言われています。で、ホルスですが、頭が鳥で表現されるので、長頭、つまり鳥頭人間と誤解されやすいですが、まあ実際そうであったかどうかは別としてですね、頭にすっぽり被る鳥の頭をしているオーバーロールヘルメットも見つかっています。古代エジプトでは神々はオリオン座のどこからの星から来たということになっていますが、実はシリウスからでした。そのことをこのビデオの中で証拠を添えて証明します。古代エジプトの神々はオリオンからではなくシリウスからだったのです。もっともオリオンとシリウスは言うなれば隣同士、位置的に区別することはできません。それはともかくも、まずシリウスと古代エジプトの神々の名前を比較してみてください。それぞれの神々がシリウスという名前の一部を取ったり、並び替えたりしているのがわかります。私も若い頃、ミノというペンネームを使っていました。生まれ故郷が岐阜県の美濃市だったからです。まあそうしたこだわりがあるわけですね。で、シンシア・イシス・アンダーソンさんの、冒頭の文を訳していましたので、どうかお読みください。
で、昨日、アフリカのドゴン族の謎についてのビデオを作りました。驚くべき謎を秘めていました。ドゴン族はシリウスが三重の、つまり三連星であることを知っていたのみならず、その公転周期も50日と正確に知っていました。さらに太陽系についても、例えば木星には和、寒があること、そしてさらには木星の衛星についても詳しく知っていました。ドゴン族自身も、昔シリウスから来たインストラクター神がですね、神がですね、そうした事実を教えてくれたと言い伝えています。こうした事実、つまりシリウスが三連星であるなどといったことはですね、人間が近年になって初めて知ったことです。で、そのドゴン族の残したアーティファクトには、明らかにエイリアンと、あるいはエイリアンを思わせるものがあります。で、これが今、皆さんにご覧いただいているのが、そうしたその紋章ということになるわけですね。で、それについて、まあ一部、詳しくはこの続くビデオの中で紹介しますが、ドゴン族とシリウスの不思議な関係という一部分を皆さんに紹介します。で、シリウスは最も、まあ、天空でですね、明るい星であると。で、それが二重星、まあ二連星ですね、正しくは。三連星であることが分かったのは、1920年以後なんですね。三連星と分かったのは、極めて近年です。で、ドゴン族はなぜこうした事実を知っていたかということなんですね。で、ドゴン族によれば、インストラクターガーズ、指導教官神っていうんですかね、シリウスから降りてきて、まあその知恵を、知識をドゴン族に与えたというのですね。つまり、現代科学が知る前に、ドゴン族はその事実を遥か昔に知っていたということなんです。で、それを具体的に示したのはこの図ということになります。まあ、月のように衛星がまた衛星を持っているというふうにしてぐるぐる回っている。左がドゴン族の天空の、まあ、シリウスの模式図です。右が現在の科学で分かっているシリウスの模式図ですね。そして50日周期に元に戻るのだそうです。まあ、こうしてですね、ドゴン族の残した文書と、それから現代科学の、まあ、で分かった事実がですね、こうして一致した。すなわち、ドゴン族が迎えたところのそのエイリアンというのは、シリウスから来たエイリアンであることには間違いないということ、こういう形で証明されていくわけですね。あり得ない偶然、すなわち、そこにはエイリアン、私たちが ET と呼ぶエイリアンの介在があったということになるわけです。で、これがドゴン族が残している、いわゆるまあ、アーティファクトになるんですけども、この右のアーティファクトですね。で、皆さんをカルナック、ナイルへと案内いたします。ここがドゴンです。で、そこから3900キロほど離れたところに、エジプトのナイル川沿いにカルナックがあります。冒頭に挙げました、イシス神の本拠地ですね。で、これがカルナックですけども、古い写真が手に入りました。で、ここの壮大な、まあ、寺院が建っているわけですけども、このカルナックは皆さんご存知のツタンカーメンの、まあ、買って住んでいた寺院ということになります。で、このツタンカーメンについてですね、極めて最近新しい情報が入りましたので、まあ、それを簡単に説明いたします。これが、まあ、筒ですね。キングツタンカーメン。で、新しい寺というのはですね、実はツタンカーメンの母親の、まあ、いわゆるその、正体が分かったということですよね。で、それをこれから説明しますが、この、まあ、ミイラが見つかったことにより、DNA 鑑定が、まあ、済んで、そしてその結果として、今まで従来の説をひっくり返す説が浮かび上がってきました。すなわち、ツタンカーメンの、はですね、一組の祖父しか持っていなかったということです。それを簡単に説明しますと、これが、アメンホテップ3って言うんですかね。そして、みんなですね、おばあちゃんです。クイーンティアです。そして、アクヘナティン、お父さんが生まれますね。そして、このお父さんの、まあ、兄弟に6人の姉妹がいるわけです。その中の一人がネフェルティティであり、もう一人、名前わかりませんけど、右のヤングレイディーというふうに名前付けられている女性がいるわけですね。そのアクヘネテンとヤングレイディーの間に生まれたのがツタンカーメンであり、そしてネフェルティティとアクヘネテンの間に生まれたのがメリタテンということになるわけです。今まであの、いわゆるその、ツタンカーメンのお母さんは分からなくてですね、人間であったという説が有力でした。で、これがツタンカーメンの6人のおばさんということになるんですね。すなわち、右にいるのが、ツタンカーメンのお母さん。そして、一番左にいるのが、ネフェルティティですね。ツタンカーメンの次の、まあ、妻にもなり、
まあ、メディタ天の母親にもなるというわけです。で、これが帰参仮面ですけども、もう一度その、まあ、そうなってきますと、どれがね、どの人っていうことは分からなくなってくるわけですね。みんな頭が大きいということでですね、今まではメディタ天か、あるいはね、エフェルティティかというふうに、まあ、言われていたんですけども、このように、まあ、ずっと並んで、まあ、ともかくも、大切なことは、お父さんのですね、悪変な天の兄弟がみんな、姉妹はこういう頭をしていたということですよね。そこが重要なんです。そういうことで、その中の一つの像ですね。まあ、おばかもしれませんし、ひょっとしたら、ネフェルティティかもしれませんし、あるいは、メディタ天かもしれません。その顔とですね、ドゴン族に残っているこのアーティファクトの顔と比較してみてください。全く同じであることに気がつくんですね。で、皆さん自身で、まあ、判断していただきたいんですけども、ここが今日のポイントということになります。で、比較してみますと、まあ、後頭部の方へ頭が長いと。そして耳があると。で、これはですね、後で申し上げますけども、別の謎を解く鍵になりました。で、口、頭がヘラべったくて、そして後ろの方に長いですね。後頭部の方に長いということです。顎のコンセプトも大変よく似ています。なあち、カーナックで見つかったこの像と、そして、ドゴン族に残っているアーティファクトがこうして一致したということですね。で、結論をもう一度簡単に説明しますと、ここが重要ですから、イシス、オシリス、そしてホルスと、まあ、いるわけですけども、ホルスはこれはオーバーロールヘルメットを被っていた、何か理由があってね、被っていたのだろうと思います。で、この、いわゆるその、アイロブ、ホルスの目がですね、これは涙を流しているイシスを表していると、私はそういうふうに考えます。そしてですね、まあ、もう一度言いますと、イシス、オシリス、そしてホルスの名前をこうして並べています。そして中央に、シリウスを置いて、シリウスという、まあ、スペリングと並べています。だから、ね、スペリングそのものをね、並べて比較するのはちょっと危険なことですけどもね。というのは、時代によってスペリングが違っているはずですからね。まあ、ともかくも、シリウスの部分的な一部分を取ってですね、そして文字を並び替えたり、して、この上の三人の神々の名前が決まっているという。まあ、こうして、まあ、これ偶然の一致と言うべきなのか、その、まあ、スレスレのところですけどね、偶然の一致はちょっと言い難いんじゃないかと思います。そして、ドゴン族の話に行きますけども、ドゴン族には、まあ、現在の科学でも、やっと分かったようなことをすでに、ドゴン族は遠い昔に知っていて、そして彼らの神々がね、彼らが言うには、シリウスから来た神によって、まあ、教えられたということなんですね。その証拠の一部が、こうして今紹介されているわけですけども、この表のですね、まあ、こうして、まあ、こうした、文書がですね、ティブクツという町だけでも1万枚以上見つかっているというんですね。左がドゴン族、そして右がですね、現在科学で分かったシリウスの運行の様子を表したものです。で、まあ、こうして比較してますとですね、本当によく似てると言いますか、三連星がですね、回って、まあ、これはもう極めて高度なね、天文観測装置あるもって分かりやすければ、天文、望遠鏡がないと分からないことなんですね。望遠鏡があっても分からないかもしれませんよ。そして、もう一度そこでエジプトに戻りますけども、これツタンカーメンですね。ツタンカーメン家族ですけども、左の上がおじいちゃん、そして右がおばあちゃん、そしてお父さんのアクエナイテンがバレて、で、お母さんのネフェルティ。これは今度で、その最初のお母さん、ドライカー、ヤンガーレイディって書いても、そのお母さんと、アクエナイテンの間で生まれたのがツタンカーメンで、で、アクエナイテンとネフェルティっての間で生まれたのがメディタテンということになります。そしてこの真ん中にいるのがツタンカーメンの像ですけども、そして周りのおばちゃんですね、おばちゃんたちと頭と比べてみますと、大変頭がよく似ていて、そして特にこの右の上の、像ですね。これと、ドゴン族に残っているアーティファクトと、まあ、形が一致したと。すなわち、まあ、簡単に言えば、ドゴン族が言うように、アフリカに降り立った神はですね、シリウスから来たということになるわけです。まあ、こうした証拠がですね、ドゴン族のアーティファクトの中から見つかったということですね。そして、まあ、それでハイブリッド人間か混合種か、それはわかりませんけれども、できた人たちがツタンカーメン家族というふうに考えるのは、ごく自然なことだと思います。そして、このシリウスですね、上がシリウスです。で、そのシリウス、彼らは、すなわち、シリウスから来た ET であるということに、まあ、私は結論づけます。で、もう一つの事実なんですけどもね、じゃあ、今までエジプトでは神々はオリオンから来たということになっていると言われてますね。特にピラミッドの並び方はオリオン座と同じだ、などという説もありますけどもね。じゃあ、オリオンとシリウスの関係ですけど、右上がオリオンで左下がシリウスです。いわゆる、まあ、隣なんですね。ですから、そんなに離れていない、ということになるわけですね。そこでちょっと、別の角度からですね、そのオリオンと、それからシリウスの関係と、それからピラミッドと、そのあたり、シリウスのあたり何かあるんじゃないのかなと思って調べてみたんですけども、見た感じ、何もありませんでした。で、右上がピラミッドの位置ですね。そして、まあ一応、オリオンの、
まあ、位置にあると、あるあたりを調べてみましたら、このような、まあ、何かしら工事といいますか、発掘跡といいますか、これは何であるかはわかりませんけども、まあ、これ現地行って調べるのが一番いいわけですけどもね、何か、こう、発掘の跡といいますかね、鉱山跡のようなものが、このあたりにあるということです。まあ、イコールこれがですね、オリオンの位置と一致するってわけでもありません。で、もう一度結論を申し上げますと、左が、カルナックで見つかった、まあ、像ですね。そして右がドゴンで見つかったアーティファクトです。で、これが一緒、同じであるということは、ドゴンの神様たちは、シリウスから来て、そして、まあ、人間が知れない知識を残していったということですね。そして、その、まあ、同じ頭を持った人がですね、カルナックに現れた。そしてがスタンカーメン家族だということになるわけです。で、一つだけ注意しておきたいんですけど、ここで一つ謎が解けたんですね。これが、まあ、メリタ天下、まあ、その、いわゆる、まあ、アクヘナ天の、まあ、姉妹。兄弟ということになるんですけどもね、それと右のですね、パラカスで見つかった超等人間の図画と比べてみますと、やはりちょっと違うんですね、形がね。ですから超等人間も2種類ある。なぜ超等になるかと言いますとですね、賛同の大きさには限りがあるわけです。そして頭をね、どんどん大きくしようと思ったら、まあ、超等、長い頭になるしかないわけですね。まあ、人間の進化系もやがて長い頭になるだろうと言われています。それはお母さん、母親側にね、賛同に、まあ、限界があるもんですから。そしてですね、なぜこの頭は大きくなるかと言いますとですね、脳細胞っていうのは死滅しないんですね。死滅しないことによって、で、子供の頃の性質をですね、そのまま大人になっても残せるわけです。ですから、脳細胞の数を多くすることが、まあ結局は長生きすればするほど、まあ長寿になればなるほど、脳細胞の数を大きくするために、超等になるしかないわけですね。ですから、超等人間というのは、ある意味で、知的生物の進化系だということにもなるわけです。もちろん賛同が大きくなればいいんですけども、こうしますとまた母親に対する負担が大きくなりますからね。ということで、続くビデオをどうかご覧になってください。Thank you very much for watching and see you next time. Bye. Hiroshi Hayashi will present you a video forum on ancient history in wonder. Today's story is about the Dagon tribe and their mysterious connection to Sirius by Ancient Kedcom website. Ancient Kedcom website starts its story as follows by saying, The brightest star in the sky is Sirius, without a doubt. The name Sirius comes from the Greek language,and is translated as a glowing star or bright star. And what might appear as a single star is in fact a double or even possibly a triple star system according to observations made in the 1920s. Apparently, our scientists are beginning to accept just now what ancient people worldwide already knew thousands of years before us, like the Dogon tribe in Africa.According to Wikipedia, almost 1 million pages of manuscript have been found in Timbuktu, Mali on mathematics and astronomy established in Mali Empire. That is to say, the Dogon tribe had established knowledge of astronomy long time ago. Ancient Kedcom write like this as well.How is it possible that Dagon had all this astronomical knowledge without tools to observe the sky properly? 今日の物語はアフリカ・マリのドゴン族の謎についてです。ドゴン族は適切な天文観測装置を持っていなかったにもかかわらず、シリウスが多重天体であることを知っていました。近年になって発見されたシリウス C の存在まで知っていました。それだけではありません。50年ごとにそれらの三重星が元の位置に戻ることさえ知っていました。さらに木星の大きさ、また木星には土星と同じような輪、環があり、木星の衛星の数さえも正確に知っていました。そうした記録がティンブツクだけでも100万枚近い書類となって残っているというのです。驚きですね。で、ドゴン族の言い伝えによれば、そうした知識をドゴン族はシリウスからやってきたインストラクター、つまり神ですね。先生神と呼ばれる神から教わったというのです。世界には大パーツがたくさん残っていますが、ドゴン族が私たちに伝える知識は、知識の大パースと言えるものです。また、ドゴン族周辺からは奇妙なアーティファクトがたくさん見つかっています。
精緻なビーズ玉でよく知られているドゴン族ですが、中にはというより、どれも異星人との深いつながりを示すものもたくさん発見されています。で、大切なことは、こうした事実から、その向こうにある理論を組み立てていくことではないでしょうか。発見した、不思議だ、発見した、不思議だ、だけを繰り返していては、前には進めないということです。さらに言えば、こうした事実を生かすこともできなければ、私たち人間の先祖の知恵や知識を、人間の未来に向かって役に立てていくことができないということです。つまりこうした情報を素直に拾い集めれば、その向こうにシリウスからやってきたエイリアンの姿をそのまま見ることができます。そういった意味でも、ドゴン族が伝える天文知識には重要な意味が隠されています。ドゴン族の伝える知識は紛れもなく知識の大パーツですね。で、今、このドゴン族の周辺から見つかったアーティファクトを見ていただいています。まあ、これを見てですね、人間と言うべきかどうかですけども、みんなですね、森本聡さんが見つけてくださいました、スウェーデンのゴットランドで見つかった、まあ、実に奇妙なアーティファクトです。現在、大英博物館にあるそうです。で、ここに、まあ、掘り込まれているエイリアン、まあ、博物館の方では怪物ということになっていますけども、と、ドゴン族の残したアーティファクトのそれと、大変よく似ていることに注意してください。で、私はこれはですね、以前検証しまして、UFO の内部、それを、まあ、3D スカルプティングと言いますかね、プロッターのようなもので掘り込んだものだと考えています。実に、まあ、精緻と言いますか、奇妙なブローチ、まあ、大博物館の方では、ブローチと表現しています。大きさはわかりませんけども、ブローチ台の大きさだから、ブローチと言われているんだと思います。で、まあ、こうして見ていきますとですね、シートベルトをつけたエイリアンが二人、座っているのがわかります。そして中央にはですね、コントロール機、あるいはその重力制御装置のようなものがついていると。私はそのように判断しました。というのはこれと同じものがですね、デンマークでも見つかってますし、さらに遠く離れた、マヤ、アステカでも見つかっているからです。まあ、それともかくも、こうして比べてみますと、ここに、まあ、掘り込まれている、まあ、ここにですね、説明ありますけど、10世紀頃、スウェーデンのガットランドで作られたものであると。で、ここに掘り込まれているのは、アニマルであると。動物であるというわけですね。まあ、それに納得するかどうか、あるいは逆にどちらがこじつけかという問題にもなるわけですよね。私がこれをですね、UFO の内部だというのはこじつけなのか、それともここに掘り込まれているのが動物、あるいはモンスターもありますね。モンスターなのか。どちらか。どちらがこじつけかということですよね。まあ、その判断は皆さんにお任せしますけども、このゴットランドで見つかったブローチに掘り込まれているエイリアンらしき、まあ、人物と、そして、ドゴン、の、まあ、発掘物の中にある像とですね、まあ、大変というかよく似ていると。まあ、似ているというレベルでね、それ以上の証明はできませんけども、似ているということになります。いかがでしょうか？長い頭、低い頭、そして、奇妙な口ですね。そして、ドゴンの天文学に戻っています。まあ、こうした書類がですね、100万枚近くも見つかっているというんですね。一つの町だけで。で、それについてですね、翻訳、これから資料を翻訳していますが、これはですね、ancientcode.com というところがですね、発行しているウェブサイトの中の、まあ、こういう言い方は失礼かもしれませんけれども、きちんとした論文です。それを翻訳していますので、どうかお読みになってください。
で検証を進めてみますが、これがドゴン族の居住区ということになるのでしょうか。で、この視点を挙げてみますとですね、この、まあ、ティンブツク、そして私が名前がわかりませんので、マウントアロー、矢の山と呼んでいる山がその近くにあるのがわかります。上の方ですね。で、今のところに、まあ、ドゴン族の居住区があるというわけです。で、ライン理論で簡単に説明してみます。で、もう一度このティンブツクの町、右がティンブツクです。そして左が矢の山、マウントアローと私が勝手に名を付けています。その94キロ、この中心までがね、ありますけども、ここに奇妙な山があります。どうしてこの山が奇妙かと言いますと、この下の黄色い線、右に行けばエトゥフです。エジプトのエトゥフですね。私が、まあ、この壁画からですね、このエトゥフは宇宙へのエイリアンたちの、まあ、ハブ空港であると判断しました。そして左へ行けばナスカです。そしてこの直線はグランドクロスの上に寸分の狂いもなく重なります。縦線はポパカティピテ、すなわちティオティワカンのすぐ近くの山です。横線は、まあ、ティンプツクのそばを通ってエトゥフに行くということですね。ということで今日はドゴン族の謎について考えていました。Thank you very much for watching and see you again next time. Bye! Mr. Nico Giraldi, Rome, Italy, wrote to me as follows. Have you never studied the Egyptian meaning, Eye of Horus? Do you know about the fact that on the Illuminati or Masonic pyramid, prevalent in USA, there is an eye that represents the left eye of Horus, that is blind. In the right one eye, the true eye of Horus, not the left one, that is blind. The right that one similar to the eye of the falcon or the phoenix. あなたはホルスの目の意味についてエジプト語を勉強したことがないのですか？イルミナティやフリーメイソンではピラミッドの中に USA では広く知られていますが、ホルスの左目を表現しています。左目は盲目の目です。ホルスの真の目は右目であり左目ではありません。左目は盲目の目です。右目はファルコンあるいはフェニックスの目に似ています。そうです、右目はファルコンの目でオシリスの真の目です。ホルスの目はフェニックス神話を最もよく表現したものです。つまりエジプト伝説によれば目そのものがオシリスの一部を示しているということになります。言い換えると彼の目はセス、つまり暗黒の神がバラバラにした手足の一部にしか過ぎません。イシスはオシリスの一部と知るようになり、イシスはそれに新しい生命を与えるためそのバラバラになった体を一つにまとめたのです。体を結合させる前の命はセスの暗闇の中で生きていました。で、セスは光のおかげで生き返ったのです。このことが理由でホルスの目は最短のシンボル、つまりアテフのシンボルと同一視されるようになり、同時にフェニックスは光のシンボルとなり、そしてその光が人間の心霊を表現するようになりました。
事実、フォルス、つまりラーの目はいくつかのケースではアトンの神のように光線を外に発する太陽を表しています。その光線は人間の顔を表した壺の中に入っていきます。つまり人間の心はこれらの光線で満たされているというわけです。ホルスの目はギリシャ語のホロに訳され別の価値を持つようになり、結果的に中国語のタオ、ドウのシンボルとともに中国の伝統にもなっています。つまり生命の二元論、目がちょうど二つあるようにカルツージュ、中古代エジプトの花枠の装飾の中などに表現されています。また神話の中でもこうしたシンボルが表現されています。例えば頭から外に出ている蛇、あるいは第三の目の表現などにおいてです。もちろん目のシンボルは聖書の中に出てくる鷹はアポカリプス中ヨハネの黙示録の表現に見られるようにエジプト語あるいは絵の中でも表現されています。以上、林博士が翻訳しましたが、イタリア英語で意味がよくわからないところがありました。広志林、ハママスリージャパン。このニコ・ジェラルディさんからの投稿を簡単に説明しますと、このホルスの目は右目か左目かということです。なんだそんなことかというふうに思われる方もいらっしゃるかもしれませんけども、右目か左目か、これが重大な謎を解く鍵となりました。もう一度 Eye of Prometheus、 つまりプロメテウスの目をご覧ください。フリーメイソン、そしてその上位団体のイルミナティのシンボルマークにもなっています。この目を丁寧に見てください。これは右目なのでしょうか、左目なのでしょうか。右目が神の目、そして左目はブラインド、盲目になっているというのです。もう一度ホルスの目をじっくりとご覧ください。このホルスの目は右目ですね、向かって左側にある右目ということになります。そしてこれが1ドル札に刷り込んであるプロメテウスの目、あるいはホルスの目ということになります。これは右目なのでしょうか、それとも左目なのでしょうか。皆さん自身でご判断ください。じっくりとご覧ください。私はこれはやはり右目と判断しました。目の上まぶたのラインに注意してください。上まぶたが向かって右寄りの方に広く、そして左の方に細く狭くなっているのがわかります。ですからこれはやはり右目ということになります。がなぜ右目と左目にこだわるかということですね。ニコ・ジェラルディさんの意見によれば、右目が神の目、そして左目は盲目になっているというのです。そしてこのような論文を送ってくださいました。内容はともかくも、ではなぜ私がこうまで右目左目にこだわるかということですね。実はそのことを、右目が
神の目であることを知っていて、そして絵画で表現した人がいました。言うまでもなく1500年後のイエスです。ルネサンスに現れた1500年後のイエスは、ヴェロッキオ、ダ・ヴィンチという二人の操り人形芸術家を通して、それを私たち人間に教えました。それがイエスの洗礼という絵です。この絵を注意深くご覧ください。丸で囲んでみました。イエスと言われている人物の上に1羽の鳥が描かれています。この鳥の目に注意してください。向かって左側の、つまりこの鳥の右目はしっかりと描かれていますが、しかし向かって右側の左目は描かれていません。つまり盲目であることをこのような形でヴェロッキオとダ・ヴィンチは示しました。そのコンセプトはエジプトのホルス神のコンセプトと一致します。注意深くご覧ください。注意深くご覧ください。もちろん Discovered by 広志林です。が、なぜこの事実が重要かということについても説明しておかねばなりません。つまりこれがこの動画の結論ということになります。上がイエスの洗礼の中に描かれた鳥です。そして右下がフリーメイソン、あるいはイルミナティのシンボルマークです。共に右目のみが描かれ、そして光線が四方八方に散っているところに注意してください。繰り返します。共に右目だけが描かれ、そして光線が四方八方に散っているところに注意してください。すなわち1500年後のイエス・キリストはこのような形で自らの姿勢を明かしたというだけではなくて、フリーメイソン、イルミナティと深く関わっていたということを示したということになります。繰り返します。左がヴェロッキオとダ・ヴィンチの合作と言われているイエスの洗礼の中に描かれている鳥です。そして右下がフリーメイソン、あるいはイルミナティのシンボルマークです。このような形で1500年後のイエスはルネッサンスという時代にこの地球に現れて、自らのアジェンダを私たち人間に示したということになります。According to the legend of Maori, New Zealand, all Maori gods descended from the first pair of Papa, the Earth Mother, and Rangi, the Sky Father. One of the well-known demigods is Maui, who used his magical powers to trick other gods, and Maori believe that the North Island of New Zealand was lifted up from the ocean floor by Maui when he went fishing, and Maori gods were three-fingered. ニュージーランドのマオリ族の神々もまた三本指でした。大地の母なる神パパ、それから空の父なる神ランギも三本指でした。広志林、ハナマシティ、ジャパン。
As to the mummy found in Peru, John Austin reports that DNA results are in on the mummified aliens and they are real beings. That is to say that alien hunters helping to prove the Nazca tombs contained extraterrestrials have been left shocked after tests on the mummified remains found they contained DNA from living beings. And John Austin also reports that, and this is a very important part of this report, the alien remains were found to have 100% human DNA. The bodies, which included a three-fingered corpse, were reportedly found in a tomb near the Nazca lines in southern Peru, and it was thought by some researchers they could be a newly undiscovered species or even aliens. Scientists were unable to get DNA codes from some of the samples sent for analysis. However, DNA types were confirmed for a three-fingered hand and from a brain tissue sample. However, in a blow to people hoping for proof of alien visitations of Earth, the samples were concluded to be a 100% match to human DNA. Both the hand and brain tissue were found to come from a male Homo sapien, according to a report from Paleo DNA Laboratory at Lakehead University, Ontario, Canada, now available online. ペルーのナスカで見つかった三本指のミイラについて、次のような公式の DNA 調査結果が明らかになりました。調査したのはカナダ・オンタリオのレイクヘッド大学のパレオ DNA 研究所ですが、つまりその三本指のミイラは手と脳細胞の DNA を分析したところ 100% 人間の DNA と一致したというのですが、写真を見て一目瞭然、脳の一部はともかくもこれが人間の手であると思う人はいないのではないでしょうか。広し林、浜祭り、ジャパン。Less than 2 months after the revelation of the discovery in Peru of a tiny humanoid head comes another strange finding that isless humanoid and more alien-like. The hand has only 3 long fingers, no thumb, and has other strange characteristics that make its identity difficult. Does it belong to an alien who can no longer give it bodies a high 3? Are elongated fingers a sign the being also had anElongated scar?小さなヒューマノイドの頭蓋骨が見つかってから2ヶ月も経たないうちに、今度は同じ場所でエイリアンのものと思われる手が見つかりました。その手には3本しか指がなく、親指はありませんでした。先に見つかった頭蓋骨は異様に長く、また同じように今回見つかったその頭蓋骨のものと思われる指は異様に長かったということです。広し林、浜祭り、ジャパン。
Como pueden ver, el pera tiene uñas. Por lo tanto, pienso que ha sido un ser evolucionado y no un animal salvaje. Aquí pueden ver detalle del hueso, que está poroso, fraccionado. Los nudillos, pueden ver las falanges, todas las falanges que tiene. Y aquí pueden ver un primer anillo de metal. El metal no ha sido encontrado con óxido, sino totalmente limpio, brillante. No sé si es un metal de este planeta o si es una aleación, habrá que hacer otros estudios. Y aquí pueden ver el segundo anillo. Este coge el hueso y el otro coge el nervio. Aquí le falta un pedazo de nervio que ha sido cortado como un centímetro, un poco más, para llevarlos a hacer una muestra. Espero que los hagan. Aquí pueden ver los huesos de la mano. Como verán, tiene seis falanges y cinco falanges. Hasta acá nomás esto. Son parte de la palma y aquí le falta un pedazo de palma más porque la mano es un poco más grande, pero no entiendo por qué están cruzados, como si se hubiera aplastado con una piedra, con una peña, no sé. Minami Peru de 奇妙な頭蓋骨が見つかりました。小頭人間の頭蓋骨です。私林博が横長小頭人間と呼んでいる頭蓋骨です。そしてその2ヶ月後にですね、同じ場所から今度は指の長い、まあエイリアンのものと思われる骨が見つかりました。これがその頭蓋骨です。その頭蓋骨のX 線写真も手に入りましたので、皆さんに紹介します。Esto viene a ser como el seno etmoidal aparentemente. Sí.Igual acá encontramos lo que es la mandíbula, una inserción y lo que sería la diferencia de bóveda craneana y cara, ¿no? Hay una diferencia. Ok. Y en nuestra otra imagen, esta vendría a ser...Esta es una mentonasoplaca. Acá podemos encontrar lo que es la mandíbula. Más acá lo que vendría a ser la bóveda craneana, ¿no? Y con sus protuberancias posteriores. Acá podemos ver clarito lo que está la mandíbula. En este arquito que viene acá. Ok.Esta es la mejor placa que tenemos. Esta ha salido completa. Podemos encontrar tejido óseo en todo su diámetro y en todo su borde de neurocráneo, lo que nos va a dividirnos, uno, lo que es bóveda craneana con un hueso, con una lámina interna y una lámina externa, ¿no? Podemos ver que es grueso este hueso, tejido óseo. Y...Podemos diferenciar lo que son los huesos propios de la cara. Presenta una mandíbula. Esto vendría a ser lo que es un maxilar. Y unos huesos propios de la nariz. Así como dos cavidades importantes. Una cavidad orbitaria y otra que vendría a ser la cavidad bucal. Estas cavidades son importantes. Luego, podemos ver...que tiene ha tenido una gran masa encefálica, ¿no? Ha tenido un buen espacio. Toda esa parte negra que podemos ver es cavidad hueca, es aire.
Donde había todo. El cerebro. Claro, exacto. Todo es aire. En esta imagen radiolúcida, todo es aire. Y esta imagen radioopaca viene a ser lo que es tejido óseo. Ok. Bien diferenciado. Bien diferenciado. Entonces es un cráneo de veras, no sí, es un cráneo, fraude. Es un cráneo que tiene una estructura antropomorfa. Tiene las características de un ser humano. No es un fraude. No es un fraude. Con la radiografía yo puedo decir que esto no es madera, esto no es papel, esto no es una máscara. Definitivamente esto está en un estado de conservación perfecto. Muy buena pieza. Muy buena pieza.3本指のエイリアンといえば1947年に起きたあのロズウェル事件があります。その時捕獲されたエイリアンは3本指でした。これがその時の様子といいますか、外にリークされた写真ということになります。このエイリアンの足の指に注意してください。どうやら3本指のようですね。そして手の指も、まあ、異様に長く3本指でないかと思われます。足の指の数と手の指の数というのは同じと考えて良いわけですね。しかしいまいちはっきりしません。足の指は3本指のようです。別の写真では3本指になっています。そこでもう一人その向こうに、まあ、いる遺体といいますか、左上の遺体の足を見てください。3本指になっていますね。拡大してみます。つまりこのエイリアンは3本指であることがわかります。まあ、3本指のエイリアンもいるということになります。その3本指のエイリアンが南ペルーで見つかったということになります。3本指です。そして関節の数も人間のそれよりは多くて、そして長いということですね。まあ、人間は関節が指について言えば2つですけども、この写真で見る限り4つあるように見えます。南ペルーで見つかった頭蓋骨をもう一度よく見てください。長頭人間ですけども、後頭部の方に頭が長いことが分かります。この頭蓋骨と一致するのがドゴン族のインストラクター神様と呼ばれている神です。右がドゴン族に残るレリーフです。頭を見てください。右がドゴン族、左が南ペルーで見つかった頭蓋骨です。反転しやや傾きを変えてみます。そして比較してみるとですね、全く同じ。特にこの後頭部の膨らみに注意してみてください。そしてこの辺りに耳のようなものがある感じですね。そして異様な目、そして口の周りですね、上顎と下顎に注意してください。左の、まあ、この南ペルーで見つかった頭蓋骨の下顎の部分は欠けていると思われます。で、右のドゴン族でのレリーフを左上の頭蓋骨にくっつけてみました。今線で示したのが下顎です。全く同じです。まあ、目にはですね、何かゴーグルのようなものをかけているようにも見えます。ともかくも同じということになります。つまり南ペルーでですね、ドゴン族のインストラクター神様、いわゆる指導神様と呼ばれる神様の頭蓋骨が見つかったということです。そしてその指は3本ですけども、ドゴン族のレリーフを見るとですね、やはり異様に指が長いのが分かります。そして、まあ、3本までは数えられるわけですけども、まあ、その向こうに隠れているというふうに考えれば4本か5本かもしれませんけども、少なくともこのレリーフで表現されているこのドゴンの神様の指もどうやら3本らしいということが分かります。
まあ、こうして一致していくわけですね。繰り返しますが、ドゴンのインストラクター神様がなんと南ペルーで見つかったということになります。後の判断は皆さんにお任せしますが、もう一度南ペルーで見つかった奇妙な生き物の指と、そして頭蓋骨の動画を見ていただきます。 Bye for now。Pueden ver, el ser tiene uñas. Por lo tanto, pienso que ha sido un ser evolucionado y no un animal salvaje. Aquí pueden ver detalle del hueso, que está poroso, fraccionado. Los nudillos, pueden ver las falanges, todas las falanges que tiene. Y aquí pueden ver un primer anillo de metal.El metal no ha sido encontrado con óxido, sino totalmente limpio, brillante. No sé si es un metal de este planeta o si es una aleación. Habrá que hacer otros estudios. Y aquí pueden ver el segundo anillo. Este coge el hueso y el otro coge el nervio. Aquí le falta un pedazo de nervio que ha sido cortado como un centímetro, un poco más, para llevarlos a hacer una muestra. Espero que los hagan.Aquí pueden ver los huesos de la mano, como verán tiene seis falanges y cinco falanges. Hasta acá nomás es. Hasta ahí nomás es, luego vienen estos tres que es...son parte de la palma, y aquí le falta un pedazo de...palma más, porque la mano es un poco más grande, pero no entiendo por qué están cruzados, como que se hubiera aplastado con una piedra, con una peña, no sé. Esto viene a ser como el seno etmoidal aparentemente. ¿Sí? Igual acá encontramos lo que es la mandíbula, una inserción y lo que sería la diferencia de bóveda craneana y cara, ¿no? Hay una diferencia. Ok. Y en nuestra otra imagen, esta vendría a ser...Esta es una mentonasoplaca. Acá podemos encontrar lo que es la mandíbula. Más acá lo que vendría a ser la bóveda craneana, ¿no? Y con sus protuberancias posteriores. Acá podemos ver clarito lo que está la mandíbula. Y este arquito que viene acá. Ok.Sería. Esta es la mejor placa que tenemos. Esta ha salido completa. Podemos encontrar tejido óseo en todo su diámetro y en todo su borde del neurocráneo, lo que nos va a dividirnos. Uno, lo que es bóveda craneana con un hueso, con una lámina interna,
y una lámina externa, ¿no? Podemos ver que es grueso este hueso, tejido óseo. Y podemos diferenciar lo que son los huesos propios de la cara. Presenta una mandíbula. Esto vendría a ser lo que es un maxilar y unos huesos propios de la nariz, así como dos cavidades importantes, una cavidad orbitaria y otra que vendría a ser la cavidad bucal. Esas cavidades son importantes. Luego, podemos ver que tiene una, ha tenido una gran masa encefálica, ¿no? Ha tenido un buen espacio. Toda esa parte negra que podemos ver es cavidad hueca, es aire. Donde había todo, el cerebro. Claro, exacto. Todo es aire. En esta imagen radiolúcida, todo es aire. Y esta imagen radioopaca viene a ser lo que es tejido óseo. Ok. Bien diferenciado. Bien diferenciado. Entonces, ¿es un cráneo de veras? ¿No sí, es un cráneo, un fraude? Es un cráneo que tiene una estructura antropomorfa. Tiene las características de un ser humano. ¿No es un fraude? No es un fraude. Con la radiografía yo puedo decir que esto no es madera, esto no es papel, esto no es una máscara. Definitivamente esto está en un estado de conservación perfecto. Muy buena pieza. Muy buena pieza. Hello, it's a great honor of mine that I can introduce you a video produced by Mr. Krawix Peru, and I received a reply to my mail in which I asked him to give us permission to re-upload his video. He wrote, "Yes, no problem," and Fuji TV has a program in April with me. Regards from Peru, Krawix. Nambe Peru 在住の Krawix さんという方から大変珍しい動画が送られてきました。Krawix さんがおっしゃるには、この動画の中で紹介されているエイリアンは、いわゆるレプタリアンではなくて両生類人間ではないかということです。そして頭の大きさからしてですね、知的生命体ではないかとおっしゃっています。その動画をここに皆さんに紹介できることを大変光栄に思います。広林浜松セティジャパン。
このクラウィックさんの報告で大変興味深いことはですね、この上の像、まあ、クラウィックさんはこれをレプタリアン、つまり爬虫類型人間の頭蓋骨であると説明しておられますが、この顔と日本の土偶の中の顔とですね、大変よく似ているということです。右が日本の土偶です。で、その左の頭蓋骨に似た土偶がこの日本にもあるということですね。つまり日本の土偶はそれぞれが世界の神々、つまりエイリアンとこのように深く結びついているということです。特に右下の土偶に注意してください。コンセプトが全く同じです。まあ、これをどう理解するか、あるいはこうした事実からどのような理論を組み立てていくかはこれからの問題かと思われますが、これが事実だということです。左右をしっかりと比較してみてください。まあ、この点においてもですね、いわゆるペルーで見つかった、まあ、クラウィックさんがおっしゃる爬虫類型人間の頭蓋骨とも日本の土偶は深くつながっているということになるのではないでしょうか。続く動画をどうかご覧になってください。 Bye for now. One, two, three, four, Joe, 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 Moonjin. Five, six, seven, eight, Joe, 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 Moonjin.One of my YouTube subscribers, Mr. Geirdal Bragason, has attached me a documentary video of mummified bodies found in Peru, presumably identified as extraterrestrial creatures. They are now in Incari Institute, Cusco, Peru. These are nothing more than the proof of the existence of extraterrestrial creatures who have visited our planet, the Earth. Or what else do you think these are? 視聴者の一人のゲールダル・ブラガーソンという方から一本の動画が送られてきました。ペルーで見つかった外惑星人のものと思われるミイラの動画です。現在これらのミイラはペルークスコのインカリ研究所に保管されているそうですが、これこそまさに外惑星人の存在を示す物的証拠ということになるのではないでしょうか。でないというのなら、ではこれらは一体何かということになります。人間の骨格とは全く異なっているということのみならず、地球に住む哺乳動物の骨格とも違います。手の指の数が3本で異様に細く長く、また関節の数も人間のそれとは違うようです。合わせて腕も足も細く、人間より比較的長いように見えます。つまりはこの地球の上ではその重力により歩くのも困難であったのではないかと思われますが、それだけではありません。これらのミイラは極めて高い知的能力を持っていたことを示す付属物を体につけていました。写真で見る限り金属製のものと思われます。で、
さらに驚くべきことに、というか日本人の私たちには無視できないこととして、ペルーで見つかったこれらのミイラは、その姿様子が日本で見つかっている土偶のそれと大変よく似ています。その比較もこの動画の中でしてみますが、その類似性はまさに驚くべきものです。言い換えると、古代日本に同じ ET が訪問していたと考えることは極めて自然なことではないでしょうか。それを古代日本人、つまり私たちの先祖の縄文人たちが懸命にそれを土偶、つまりは神として表現したということになります。そういう視点で今回ペルーで見つかったミイラを皆さんの目でしっかりとご確認ください。では画面を見ながら皆さんと一緒にこのミイラの持つ意味を考えてみたいと思います。広志林、浜松シティ、ジャパン。ところで2021年10月11日、こんな情報が TVAM23 さんという方より届いています。そのまま紹介させていただきます。他のサイトでも見たが、3体見つかっており、体長は168センチの個体と58センチの個体が2体で、地下基地で発見され、白い股で塗り固められており、粉は防腐剤との見解。耳はないが穴があり、粉を剥がすと青灰色の皮膚とのこと。また CT スキャンと DNA 検査、放射性年代測定では、頭の長さは人工ではなく、 DNA は 98.5% は霊長類で、 1.5% は不明。年代は西暦245年から410年頃であるという。このニュースは司令と動画サイトで取り上げられてはいるが、人類史上最大のニュースではないかと思う。また事実を隠そうとする政府、組織、団体に隠蔽されることなく研究発表してほしいと切に願うばかりです。 TVAM23 さん、どうもありがとうございました。動画を見る範囲では、これらのミイラはいわゆる高原砂漠地帯で見つかったようです。保存状態が良いのはそのためと思われます。今レントゲン写真が出ましたが、人間の骨格と違うことは言うまでもありません。肋骨の様子も人間のそれとは違うようです。そして足の指、手の指が3本である点にも注意してください。首が異様に細いということは、少なくとも地球のような重力の強い場所の、あるいは場所で生まれ育った生物ではないということになるのではないでしょうか。そしてこの背中に注意してください。鱗様といいますか、細かい点々が残っているのがわかります。この背中の中心部ですね。で、この背中で思い出したのが、甲府市にあります山梨県県立考古博物館にありますこの土偶です。この土偶そのものはレプリカですけども、この土偶の肩の部分に注意してください。その様子が
酷似しているのがわかります。左は日本の土偶です。右はペルーで見つかった、言うなれば本物のミイラです。この類似性をどう判断したらよいかということになりますが、古代の日本人たちはそういう、ET を見てですね、神と信じ、そして懸命にこのように表現したものと思われます。で、この ET ですけども、レントゲン写真からも分かりますように、決してなんて言いますか、よくあるハリボテのインチキミイラではないということです。足の指が3本である点に注意してください。3本指の、ET はですね、例えばロズウェル事件で、見つかった ET の死体の指の数とも一致します。これがロズウェルで見つかったと言われている、あるいはロズウェル事件から漏出した写真と言われているものですけども、足の指の数がやはり3本である点に注意してください。今白い丸で囲んでみました。でとなると、この手の指の数も3本ということになるのでしょうか、指が異様に長い点にも注意してください。3本指で、手も足もですね、3本指である点に注意してください。そして指が異様に長いですね。ということは、ロゼル事件で回収されたこの ET の死体と、そしてペルーで見つかったミイラとはですね、何らか関係があるというふうに考えるのはごく自然なことではないでしょうか。で、今3本指ということを皆さんにご覧いただいてますけども、写真がやや不鮮明ですから分かりにくいかもしれませんけども、3本指です。もう一つ、そのペルーで見つかった3本指のミイラに戻ります。上がそのミイラです。人間の手と比較しても指の長さが違う、イコール関節も多いように思います。ただ肉がついた手のひらがどこまであるか、それが分かっていませんので、単純に指の関節の数をですね、比較することはできません。そして長頭人間ですけども、その長頭が横長に長いので、私林博士は同じ長頭人間でも縦長長頭人間と横長長頭人間に分けて考えています。右はドゴン族に残るレリーフですけども、横長長頭人間です。ツタンカーメン王家族も横長長頭人間でした。比較的後ろ後頭部の方に、つまり横の方に長いから横長長頭人間ということになります。一方、パラカス周辺で見つかっている長頭人間は縦方向に長いので、縦長長頭人間と私は区別して考えています。この目の表現の仕方もよく似ていると言いますか、ドゴン族の方は何かしらこうサングラスのようなものをかけているのではないかと思います。低い鼻、そして目がやや側面についています。そんなところにも注意してください。で、左の上の、ミイラの方はですね、いわゆる下顎の部分が欠けているのではないかと思われます。右の下のドゴン族のレリーフの方にはですね、その下顎が表現されているということになります。つまり左上のペルーで見つかったミイラと、そしてドゴン族に残るこのレリーフに描かれている ET は同じ ET ということになるわけです。そしてドゴン族の ET はですね、ドゴン族の言い伝え資料によればシリウスから来たと言われています。ということは、左のと言いますか、この左のですね、ペルーで見つかった ET はシリウスから来ているということになるのかもしれません。ともかくも、そのコンセプトが大変よく似ているということです。ドゴン族のレリーフに残るエイリアン像もやはり指が長く、はっきりはしませんけども、どうやら3本指であることがわかります。こうして日本、それから
ペルー、そしてドゴンとつながっていきます。まあ、最も一地方だけに来ていると考える方がむしろ不自然ということになるわけです。彼らは自由に宇宙を航行している人たちということになります。つまり日本にいてもペルーにいても、そしてアフリカのマリにいてもですね、なんだおかしくはないということになるのではないでしょうか。ともかくもここで注意していただきたいのは3本指ということです。で、その動画の一部をご覧いただいてますけども、今一人の、まあ、なんて言ったらいいのかな、科学者がこのように検証しています。そしてこれを動画の中に一部出てきますけども、指輪のようなものを指にはめている部分もあります。まあ、現在残っているということはですね、腐食しない金属物ということになります。まあ、ちらっと見えましたね。この今指先に見えるところに金属部分の埋め込みといいますか、のようなものがここに残っているのがわかります。で、リンゴがあちこちになる。そして先ほどのミイラの方はですね、手のひらに円形の金属物体のようなものが入り込んでいるのがわかります。まあ、このような形で現在私たちは、まあ、動画として見ることができるわけですね。この指の骨の数は人間より1本多いと思われますけれども、はっきりしません。先ほどのドゴン族の、ドゴン族じゃありません、あのペルーで見つかった冒頭でお見せしました ミイラの方はですね、もう1本か2本、まあ、関節の数が多いように見えます。まあ、これからの研究検証に委ねたいと思います。まあ、このような形で現在検証が進んでいるわけですけれども、先ほど言いましたように、これこそまさに ET たちがですね、太古の昔から地球を訪問していたという動かぬ物的証拠ということになるのではないでしょうか。まあ、これ以上の証拠はないと断言してよいほどの証拠ということになります。まあ、これを否定するということになりますと、ではなぜそうではないか、そうではないという証拠を逆に出していただきたいというふうに私は考えています。この目に注意していただきたいんですけども、後で紹介しますけども、この目を表現したと思われる土偶も日本で見つかっています。下の、まあ、ミイラはですね、大変小さいミイラと思われます。身長が十数センチぐらいしかないと考えられます。そしてそのミイラと同じ表現をして表現されているのが右の日本の土偶ということになります。特に目の表現の仕方ですね、大変よく似ていると思います。日本ではこのような土偶がですね、見つかっています。つまり古代の人たちは神々の姿を像として表現したということになります。その心は今の私たちに共通しています。どこの誰が隣の姉ちゃんやおばちゃんを像にして仏壇や神棚に飾りますかということになるわけです。特に右下のこの土偶の目に注意してください。私はもう同じと判断してよいかと思います。で、右の方は頭に何かの装置、金をつけているように思われます。そして左はミイラですけども、右はですね、宇宙服のようなものを着た土偶ということになります。手の指が3本である点に注意してください。左も3本、右も3本、このようにして世界がですね、一つにつながっていくということになります。左は、まあ、南ペルー、右は縄文ジャパンです。そして土器にも同じようなものが表現されています。各地の考古館ではこれをカエルと表現しています。カエルなんかではありません。左は井戸尻考古館に展示してある土器です。やはりよく見ると指が3本であることがわかります。そして頭が小さいということですね。
でもう一度山梨県立高校博物館に戻りますが、この肩の部分ですけども、鱗というふうに私は判断していましたけども、その一部がミイラにも残っていました。背中のこの部分に注意してください。つまり左の土偶はカエルではなくて、まさしく宇宙からやってきた ET を表現したものということになるのではないでしょうか。またそういう視点で見る方が正しいということになるのではないでしょうか。で、結論ということになりますが、世界中で三本指の、つまりは古代の神々の証拠が見つかっているということになります。今日はですね、ニュージーランドのマオリ族の神について考えてみました。ただマオリ族の神を調べてみるとですね、3本というのが基準ですけども、中には5本指、まあ、まれにですけども5本指の神も表現されています。まあ、ともかくもですね、古いこうした彫刻レリーフほどですね、3本指の紙で表現されているということです。で、下半身もですね、大蛇のようであるのもあるし、人間の足のようでもあるということですね。どちらが正しいかというよりもですね、人間の足をしていたならば大蛇の足にはしなかったということを考え合わせるとですね、基本的にはマオリ族の神々はですね、少なくとも人間ではなかったということになるのではないでしょうか。まあ、こうして世界の三本指の神々をですね、集めてみるとですね、その向こうに地球へやってきた外惑星人たちの姿が見えるということになります。もちろんその神はこの日本にもやってきていました。そうした証拠が日本各地に残っているということですね。底知れぬ謎に包まれた国、それが日本ということになります。ワン、ツー、スリー、フォー、ジョ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